はい、皆さんこんにちは、てつです。今日はですね、絞り袋についての質問が、何件かいただいてたので、そちらを紹介していきたいと思います。今だいたいケーキ屋さんだと、まあ布の絞り袋を使ってるところは結構少なくて、こういうね、ビニール製の使い捨ての絞り袋を使うことが非常に多いです。まあその理由としては衛生的な部分がまあ一番多いですね。布とかまあビニール製のやつだと、あの洗って煮沸したりとかね、あの殺菌することとかしなくちゃちょっと不衛生になってしまうんで、こういったものを使うことが非常に僕らは多いです。これは僕ちょっと講習会に行った時にあのもらったんで、今も家に残ってるやつなんですけども、こちらで紹介していきたいと思います。こういうビニール製のやつはね、多分100円ショップとかでも売ってると思うんで、ぜひそれを買って、使ってみてください。まず今日はね、星の口金についてとりあえず説明していきたいと思います。大体みんなよく使うのがこの星の口金ですね。このね、切り込みの数もいろいろあるんですけども、最近だとみんな結構この、切り込みの数が多い星の口金を使う人が多いですね。まあ見た目も綺麗だっていう点もあるかもしれません。またまあそれぞれによって使い分けてもらったらいいんですけども、まず最初にこうやって横から見た時にね、このどういったんですかね、この刃がねバラバラになってることがあるんです。いつもサラの口金だったらいいんですけども、サラっていうか新しいね新品の口金だったらいいんですけども、あの中古だったり使い古していくとこの辺がガタガタになってるんですよ。すると絞りするときに形がね、クリームがバラバラに出たりして綺麗じゃないんで、まずここが均一になってるかっていうのを先に見てください。でね、均一に出す方法はね、こういうねちょっと小さい丸の口金でこうやってグーッと押してあげると、この山が揃うと思います。これがね、あの極端にずれてるのとかあれば、あのこうやったペティナイフでこれ一本一本こうやって起こしていく方法もあります。でこれをしてもらって、まず必ずこのね口金がね、こう綺麗にこの線っていうか先っぽが綺麗になってるかっていうのを確かめてから、あの絞るようにしてください。まず道具がちゃんとしていないと、綺麗に絞ることは、非常に難しいです。はい、で次なんですけども、絞り袋に地金を通していきます。でこうね、一番いい場所を覚えておいて、ここですね。でここで切るようにしてください。ここで戻して、でハサミで切るように、でハサミもね、こう根元使って切るようにしてください。その方があの綺麗に切れるんです、スパッと。でそれでこれで出します。で必ず、口金のね、この割れ目、星だとね先っぽが出てるようにしてください。はい、で次にこれね、クリームがダラダラ垂れていかないようにね、ここを絞ってここにグッと押し込みます。こうすることによってね、あのクリームが入れた時にね、こう垂れない、出ない、漏れないようにします。これがね、ケーキ屋さんがよくやる手法です。覚えておいてください。はい、次に、クリームの入れ方なんですけども、これを見えるかな、
こうめくってください。こうね、で、まあ製菓用なんで結構大きい、でこんな風にね大きくひっくり返しといて、こうクリームが入れやすいようにここに折り返してください。でこういう風に持って、クリームを取ってここにこう入れていくような感じでクリームを入れていってください。でね、この辺はね汚さないように、ここを汚してしまうとどんどん上から漏れてきてしまうんで、必ずこの3分の1ぐらいにね入れるようにしてください。で戻して、こうねじってからこうね指で挟むようにしてこう絞っていきます。でクリームの入れる量なんですけども、人それぞれ手の大きさがあると思うんで、やっぱり自分の手に収まる分量でクリームを入れて絞っていってください。で基本的には、僕右利きなんですけども、左手は添えるだけで、こうやったら右だけで使って握力で絞る量を調節して段階的に絞っていくようにします。手が温かい人は生クリームがね状態がどんどん悪くなるんで、一度に入れないようにしてください。はい、じゃあ、ここからあとクリームの使い方と入れ方と紹介していきたいと思いますんで、あともう一つですね、こう袋を広げとくのが苦手な人はね、こういう背の高いコップお家にあると思うんですよ。でこれに絞り袋を入れて、ここにひっくり返してもらって、まあ、できれば太いければ太い方がいいんですけども、こういう風にして、まあ、これだと手が空くんで、こうやって入れてもらっても大丈夫です。ちょっとねクリームを扱うのがちょっと難しい、片手でちょっとクリーム入れたりするの難しいっていう人はこういうやり方もあるので、試してください。はい、今日はですね、クリームの説明をしていきます。今日はちょっとね、絞りの練習っていうことでね、今日はね植物性のホイップでとりあえず用意しました。本来、僕がケーキを作る時とかは、動物性の高脂肪低脂肪をちょっと合わせたやつで絞ります。今日は絞りの練習も兼ねてなんでホイップにさせてもらいました。で生クリームなんですけども、まあ学生さんとかもいるんで説明しておくと、大体お店の生クリームって高脂肪低脂肪を合わせていることが多いんですけども、あと砂糖が入ったりリキュールが入ったりするんですけども、大体朝一に立てて、冷蔵庫にしまっていくことが非常に多いんですよ。で冷蔵庫にしまっておくとだんだん糖分だけ下に落ちたり、生クリームの部分的に戻ってシャバシャバになってたりするんですよね。なんで立てた生クリームを使う前に必ず糖分だけ下に落ちていることがあるんで、こう全体に混ぜてください。もちろん高脂肪低脂肪があるんで、この乳脂肪がねこう迫ってたりするもするんで、必ず、全体を均一にしてから泡立てるようにしてください。こんな風にね底を上に持ち上げるように、今日はもう量少ないんですけども、経験さんだと、5リッター6リッター多い時だと10リッター一気に立てたりとかもするんで、そういう時は下の方にね糖分だけ沈んでたりするんで、必ず全体を混ぜて均一にしてからこういう、ボウルに移して使うようにしてください。で生クリームなんですけども、僕らはこうちょっとシャバい状態で揚げておくことが多いです。でこっからなんですけども、この生クリームのこっち側半分だけ立てて、自分の好みの、硬さにして使うことが多いです。でこっち側半分は残しておいて、
あ、硬くなりすぎたらこの柔らかい部分で、こう合わせてまた硬さを調節するっていうやり方を基本的にみんなやってるんで、そのやり方をとりあえず覚えてください。ボールの半分を自分の好みの硬さにする、残り半分は柔らかい状態で保っておいて、硬くなりすぎた時に元に戻せるように残しておくっていうのがポイントです。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあやっていきます。あとなんですけども、必ず生クリームには氷を当てるようにしてください、ね、でボール、同じボール、大きさのボールを用意して、下に氷をかまして生クリームを当てて、こんな風にしてやるとやりやすいです。はい、じゃあやっていきます。はい、こんな風にね、ごく部分的に立ってます。こっちはほらシャバシャバですね。ここだけ立ててます。こういう風にね、部分的に、はい、こんな風に部分的にクリームを使うようにしてください。よいしょ。まあこれでクリームの説明は大丈夫かな。で、ね、硬くなったらね、こういう柔らかいやつをこっちに持ってきて、ここの硬さをその都度その都度調節してください。で、こんな風にね、中に入れます。で、ここ絞ってるんでね、漏れていきません。で、角っこから生クリームをこう寄せて、空気は必ずここに入れないようにしてください。空気が入ってるとパスって言うんで、端っこからこう手繰り寄せるようにして、で、ここをねじってください。クリクリクリ、しっかりで、ちょうど僕の手にこれ収まるぐらいの量ですよね。で、これが邪魔だなっていう時はこっちに指に巻いておいてください。ここで調節します。で、それからこれを外します。で、ここエアーが入っているので、まず最初ボールにこう試しで出してください。こんな風に。で、それから絞っていきます。今日は、ちょっと回転台に絞ってみたいと思います。僕がよくやってた絞りの、練習の仕方を教えたいと思います。で、回転台ってこう筋が入ってるタイプのものがあるんですけども、この間にちょうど絞っていく練習とかをよくしてました。じゃあやっていきます。こんな感じですね。練習としては、こういうぐるぐるね絞る練習とか、こうやって反対、こんな風に絞る練習。はい、あと何度か使ってると、ここがすごく汚くなってきて、ボソボソしたりとか、
乳脂肪が固まってダマになったりとかします。そういう時はね、こうめくってもらって、こうやって目いっぱいめくり上げます。でね、ここにあるね、状態の悪いものをね取ってしまいます。こんな風に。見えてます。これを他の絞り袋とかでもいけるんで、何回か使ってて、もうここがもうダメだってなったら、洗ったりしたら余計不衛生なんで、こうやってパレットナイフで、ダメな部分だけ取っちゃってください。バターみたいになったところね。で、ここからまた戻して、クリームを入れるようにしてもらうと、また新品に近い状態に戻るんで、扱いやすいと思います。はい、あと僕がよくやっていた、練習方法も紹介します。これ大体ケーキの、幅をイメージして、紙を用意しておきます。で、その上にラップをしてます。で、これだと大体 3.5、ケーキよく 3.5 とかにカットすることが多いので、まあ、こっちはあと4ですよね。で、こういうものを用意してもらって、ここに収めるように絞っていく練習をしていきます。例えばこれだと、こんな感じですね。この紙の上に収まるように絞っていく。そうするとね、実際のケーキに絞るときにこうできると思うんで、これね、もうだんだん今ホイップを何回も何回も繰り返して使ってるんで、ちょっともうこれボソボソしてきてるんで、本当は良くないんですけども、ちょっと皆さんに見せるためにね、紹介しています。まあ、こういうところにね、いろいろ こんな風に絞ることあんまりないんですけど、こう帯状の中にね、絞りを、収めるっていう練習を。はい、ここからは、星の口金を使った絞り方をいろいろ紹介しています。少し早送りですが、よかったら皆さんの参考になれば僕はとても嬉しいです。またよかったら、チャンネルの登録の方をよろしくお願いします。これからもいろいろ紹介していくつもりですんで、どうぞよろしくお願いします。長い時間見ていただいて本当にありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。